はい、こんにちは、さかないです。今日はですね、このイヤーポッツですね、が距離はですね、どんなぐらい届くかっていうのをこの前動画にしてるんですけども、音質はどうかっていうですね、コメントをいただきましたので、ちょっとこれ近くのね、こういうドクターヘリが止まる公園なんですけども、ここでですね、実際に実証実験をしてみたいと思います。まずですね、ここのですね場所にですね、この巻き尺で5メートルずつね取っていって、私が歩っていってですね、音質を確認します。あそこに20メートルまで巻き尺も使っておいたので、ここでですね、このですねおすすめの Today's Appleを再生しながらですね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあね、歩ってきます。ここで5メートル、ここで10メートル、特に問題なく聞こえますね。ここ15メートル、ちょっとさっき途切れましたけども、聞こえてます。これ20メートル、今途切れましたね。20メートルを過ぎていくと途切れたり途切れなかったりという感じですね。これ音質の方なんですけども、20メートル過ぎると多少途切れますけども、音質のは特に、変わらないです。今近づいてますけども、そうそう、音質がね途中で、悪くなるってことはないです。今日はね AirPods のですね、音質が距離によって変わるかっていうことを確認したんですけど、特に問題なく、使えます。ぜひですね、このいいねボタンとですね、チャンネル登録お願いいたします。それではまた、ありがとうございました。